お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。改まっちゃったですね。はい。はい。今日は。今日は前も動画撮ってもらった現場なんですけど。そうですね。あの終わりが近くて。今日は。あ。はい。はいはいはい。もう台風養生って言ってシートも。ええ。あの風の影響を受けないように。はい。今やってるんですけど。はい。でそこで。はい。僕らってその職人が何て言うんですかペンキ塗って、はい、お客さんに。はい、じゃあこれで観光ですみたいな感じでは終わらないんですよ、はい、あ、そうなんですか。検査っていう大きな壁がありまして、はい、検査員が来るんですよ。あ、本社から。本社なり緑店だったり、はい、スパイみたいなやつが来るんですよ。あ、ここダメだよって言われるもんで、ええ、紙テープで補修したりとか、はい、タッチアップですね、言ったら最後の仕上げ。あ、はい、なるほど。これから回りたい。これからやるわけですね、はい、そうですね。一応もう全部ここは終わってるので、はいはい、今日は大丈夫ですか。ちなみにあの前回 あの撮影中になんか美女が現れて、今日は美女いないですね。脇見してましたけど、また現れたら見るんじゃないですか。いや見ないですよ。いや見てましたよね、めっちゃ。ちょうどなんかその辺にいたい。今日いないですね。今日いない。え、探してますか。全然がっかりとかしてないですから。いやいや、すごかったっすよ、あの顔見が。そうですか。例えるならば、あの、はい、ジャック・ニコルソン分かりますか。あのシャイニングっていう映画分かりますか。これ使えるかどうかわかんないですけど、 あんなジャック・ニコルソンバリの顔してましたよ。本当ですか。こんな顔です。どうぞ。っていうようなあの、はい、顔をしました。してましたけど。おかしいな。大丈夫です。今日あの、はい、仕上げの大事な時です。そうですね、今日はいなくてよかったです。脇見もせずに、はい、そうですね、しっかりやっていきますか。はい、はい、マイナーカメラマン。いや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 。で、あ、なんと告知があるんですよ。あ、一つ社長の、はい、ピコピコハンマー持ったあのピコハン社長さん、社長なんですけど、はい、あの人のセミナーが、はあ、決まって、はあ、10月の12日に、はい、なんか名古屋の国際会議場で、はい、あのセミナーやるみたいで、大々と。そうなんですよ。すごいですよね。なんかそれでなんか、まあ、20名から30名ぐらい、はい、まあ、定員なんか20名ぐらいらしいんですけど、ええ、なんか30名ぐらいまで行けるようにするみたいな部屋で、あ、行ってましたね。でなんか今なんかセミナー動画とか言ってちょっといろいろやってますよね。やられてますね、はい、で、あの情報でも結構なんかワクワクするじゃないですか。そうですね。あ、すごい、ここまで行っていいならいいのかなみたいな、はい、でもなんかもっと確信についたこと、さらに深い話を聞けるわけですね。してくれるみたいで、僕もう仕事ちょっとサボって見に行こうかなみたいな。ちょっと聞いとこうかなみたいな。いや聞きたい。まあ、普段ね言えない話とかも。そうなんですよ。で聞け、はい、詳しい話がちょっと僕まだ分かんないんですけど、内容までは、なんかホームページに、はい、結構書いてあるんで、それ一回見てもらって、詳しくはそうですね、ホームページの方から。そうなんですよ、はい、でその後に懇親会って言って、あ、なんか居酒屋が、あ、楽しそうですね、そっちの方も。まあ、そこは行きます。そこから参加。そこは僕行くんで、喋りかけてください。えなりさんとも会話できるかもと。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。職人さんも何人か、あ、多分行くみたいで。普段ね、あの見てる出てる方がもう現場に来られると。そうです。直にいろんな話もできると。はい、なんか経営の話もそうですし、まあ、職人で育ててきたか、なんかそういう話するみたいで、気になるっすね。いいっすね。行きたいっすわ、僕。行きたいっすよね。本当、塗装屋さんいいかもしれないですね。はい、結構独立したいって人とか、独立しても下請けばっかでやってる人が、どうやったら元請けになっていくかみたいな。そうですよね。僕はもう詳しく分かんないですけど、多分いいと思うんで、はいはい、ぜひ行ってみてください。はい。はい、じゃあ行きますか、検査。はい、じゃあ、はい、検査の方へ。行きましょう。これも上塗りまでかかってるんですけど、はい、結構綺麗じゃないですか。綺麗ですね。でもこれでも、はい、あ、綺麗だなと思って、はい、このままにしてるともう管理の人がこうやって見てくるんで、虫眼鏡シュート目チェックみたいな感じ で、 そうそうそう。でこれ分かりますか。これはちょっとライン型ついてますよね。あ、ほんの、そうです、ここもほんの、なんていうんですか、ほんの少しですけど。そうです、ほんの小さなやつも。あ、ここ分かりやすいですね。そうです、ラインが出れないんですよ。どうしてもあのテープ取った時にくっついてきちゃって、はい、こういった場合は、こういった場合はまたマスキングテープを貼り直して、はい、あ、再度貼って。そうなんです、ラインを作り直すんですよね。ああ、こういうところにこだわると、はい、
仕上がりの差が出るので、やっぱりビシッとライン出とった方がかっこいいですよね。そうですね、直線は綺麗な方が気持ちいいですからね。そうなんですよ。で今貼ったんで、ここにもう一度タッチアップします。あ、はい。で水性塗料とかの場合は、はい、紙テープ取るときにもいろいろあって、まっすぐこうやって90度で取ってっちゃうと、この乾燥した塗料まで一緒にめくっちゃうんです。あ、ということはまた一緒じゃないですか、はいはい、なので、まあ、ちょっと今これ半乾きなんですけど、はい、まあ、ほぼ乾いてないぐらいなんですけど、はい、乾いたとしてもこうやって寝かして紙テープを立たせるんじゃなくて寝かしてピューって引っ張っていくとまっすぐですね。そうなんです。ここが結構重要です。水性塗料とか厚みのつく塗料、はいはい、ちょっと上いきますか。そしたら、はい、こんな感じでどんどん見に行きます。はい、はいはい、そしてこの辺なんですけど、はい、これ分かりますか。しぶきって言って、しぶき、しぶき、はい、違う色の塗料がしぶいって飛んでるんです。あ、上から乗ってるってことですか。そうなんですよ、上から違う色が。本当にこれパッと分かんないですね、はい、どれですか。ちょんちょんちょんってあります。ごめんなさい、もう一度ここですね。こことここ、ここにもいっぱい。全く分からんですけどね。そうなんです。こういうのもあるんですよ、見落としになっちゃうんで。そこもチェックされてそうですね、ダメってなるんですか。一応紙テープ貼られるんですよ。ああ、ここダメですよみたいな。それが、その量でやっぱモチベーション違うじゃないですか。こんな多分塗装班の中でも、例えば、今日どうやったみたいな。あ、いや俺全然貼られてねえし俺に行こうみたいななんかテストが返ってくるみたいな。そうなんです、あれですね。そうです、テストです、ね、もう採点と一緒ですよ、なんでもって抜かりなく、はい。まあ、ある情報によると、はい、井村部長いるじゃないですか、はいはいはい、井村部長が昔管理でやってた時は、はい、テープが5個以上あったら買えるらしいです、はい、え、検査できる状態じゃねえって。うわ、厳しいっすね。怖いですよね。職人ですね、やっぱ。そうなんですよ、井村部長が一番、はい、一番あの職人を思うですね、はいはい、職人のレベルアップのためのそうですね、はい、一番職人思いの人だと思いますここ使ってくださいね、はい、これもそうですね、ラインがちょっと待ちますね、はい、もうくぐっちゃってますね。あ、はい、本当ですね。とこれです。これはもう掃除です。なので今僕タッチアップ回ってるん で、うん、で違う人に今掃除回ってもらってる。あ、これ分担して。そうですね、あそこにやってるわけですね。紙テープを貼っといてあげて、二重チェックみたいなもんですね、はい、たくさんの目で見ながら。そうなんですよ。その癖があるね、見る人も、はい、これあの元ボスに教えてもらったんですけど、ええ、僕絶対右回りなんですよ。あ、そういう癖があるんですか。癖があるんですよ、はい、ずっと足場のことなので、たまに左回りで回るといいよ。あ、そして出てくるんですよ、ちゃんと見えない方角から見ると。そうなんですよ、はい、なるほど。今ライン出しますね、はい、で、サッシの場合は、あんまりこれ濃いサッシなので透けるんですよね。あ、なんで、一回塗ったら、ちょっと乾かして、はい、時間を置いてまた塗るっていう。そうなんですよ。で、この間に付近のタッチアップだけ見といて、ないかな。効率よくチェックしていくわけですね。そうなんですよ。振りまーす。どうですか。あ、ビシッと、ビシッと来てますね。来ましたね。気持ちいいですね。そうなんですよ。これを今からひたすら見てもらいます。はい、楽しいのかな。楽しくないかもしれないですね。いい飽きたらあの止めてもいいです。違う動画見てください。はい、はい、屋上にやってきました。屋上に来ましたね。はい、色変えの付近。色、あ、例えばこっちの濃い色と薄い色になるとき、はい、違うんですね。そうなんです。日陰だからじゃなくて色がもう違う。違います、はい、色分けしてあって、こっちと、そうなんです、こっちと、はい、そこが、あの手直し箇所が出やすいです。あ、こっちの色が飛んじゃった、こっちの色が飛んじゃった、はいはいはい、これもがっつり見られる僕らこうやって見るじゃないですか、はい、管理はこう見れる接近戦ですね。こうやって見れますよ。河合さんとかも元ボスもこうやって寺西ってやってくるんですか。そうなんですよ、すごいですね。パワハラじゃないですからねご指摘です、ね、多分もう愛情です。愛の無知いただいてるんで、はい、ちょっとライン直します、はいはい、もうでも本当に
紙テープ貼ってるだけで汗が本当滴り本当そうですよ、近いもうすごいですよ汗がもう10代とか20代前半だったらもう汗はもうキラキラしますけど僕らはもう出汁ですからねただの出汁です、出汁出ちゃってますよ汁が汁がそうなんですよ。でも本当になんかテクニックとかあったら教えてほしいですね、こうやって やるといいよ。あ、ね、職人同士で共有とかできたらいいですよ ね、 そ, うですね。それこそなんか今度ツイッターやるみたいで。あ、そうなんですか。そうです、今やってるんか分からんですけど、はい、なんか社長が言ってたんですけど、ツイッターで、はいはい、YouTube のネタとか、あ、いいですね、いろん なんかネタを募集してそれを取れたら楽しいですよね。そうですね、僕らも何がみんな喜ぶんかなと考えですけど、はい、やっぱ僕一番最初思いつくのが社長いじめることしか通じ取れないからみたいな、ね、そうそう、社長だってすごくないですか、戦場であんだけ水かけて、まあ、怒られますよ、いろんな代償はありますけど、でもなんか数字が出るじゃないですか。そうですね、いいねめっちゃ出るじゃないですか、はい、盛り上がりますよね。そうです、で真面目な動画って意外とあの本当真面目なコメントしか返ってこないですはい、はい、社長をいじめるとやっぱ数字がついてくる、ね、会社のトップを いじるとってそうなんですよ、普通なんですか、上司が下を叩くとかあるじゃないですか、はいはいはい、逆ですもん ね、 そうですね、勝手に1000万は下ろしてきちゃうしそう考えると乗り換え道場さんはすごくいい雰囲気の会社ですね。そうですね、まだでも動画に見えないところもいっぱいあるんで説教もやっぱありますし、あ、はいはい、お叱りをいただくんで、はい、YouTube でですよあ、はい、あの真面目なことは本当にアドバイスもらえますいっぱい、なのでそのセミナーの動画で言ってる以上のことも社員だったら聞けますし、はい、あ、そうですね。じゃあタッチアップいきます。はい、恥ずかしいですよ水性塗料って、はい、なんていうんですかね、同じ色じゃないですか、これとこれ、はい、乾くと色が昇れた場合なんか朝食してるとかで行ったんですけど、はいはいはい、水性がすごい出やすくて、あ、そうなんですか。この色のペンキまで塗ってるんですけど、はい、全然薄いじゃないですか。あ、本当ですね、こんなに色が明らかに違う色に見えないですか。はい、それが乾くと馴染んでくるというか同じ色。そうなんですよ。へー、でもこれがあるおかげで塗り残しも少ないですよね。あ、はいはい、わかりますもんね。わかりますよね。じゃあ取ってきます。はい、綺麗になりましたね。はい、はい、はい、綺麗になりましたね。そうですねまあこんな感じで、はい、カッチアップですね、はい、全部回って今日中に終われたらいいですけどあとはもう検査をしてもらって全部終わったわけです、はい、見てもらう形で、はい、テープがつかないといいですね。そうですね、まあ、もう多分ないと思います。大丈夫です、ね、はい、井村さんが来なければ井村さんと河合さんが来なければ、あ、厳しい目が大丈夫です、はい、ですね、はい、冗談です、はいはい、そんな感じでタッチアップのタッチアップ仕上げの動画でした。また見てね。喋りすぎですね。この間社長に言われたんですよ、喋りすぎだー。あ、そうですか逆に僕全然あの口下手なんで、しゃ、どんどんずっと喋っててもらえるとすごく助かりますね。めっちゃ緊張しますよね。いや、 でもだいぶ慣れてきましたね。そうですか、うん、多分カメラマンさんに慣れてます。あ、そうですか。僕でまた社長が降ってくると思ってクソ真面目やろうと言われるから面白くないって言われる。いや、でも撮りやすいです。ありがとうございます。はい。はい。